上原浩二の雑談魂、雑談魂。どっから回していくのこれ。ね、いや、どっから回すってなくていいんじゃないですか、はい、上原さん大丈夫ですか今日は。大丈夫じゃないよもうもう入ってきた時からおかしいんですよね、テンションが。もうテンションおかしくいくから無理でしょ。もう、うん、どんな気持ち。前回の石井さんでちょっとやられましたからね、はい、何やられたの。先輩が来ると、うん、おかしくなりますね。そうか後輩の方がね、いらっしゃると結構後輩でもこうやっていきますからねでもまあ普通ですよね。まあまあそうですね、上下関係をね経験してる僕たちからしたら、まあまあ、上下関係ほとんどなかったら、お前よう言うね。そんな君ちゃんなんか言えないですよ。出た出た、言えないですよ。まあ間違いなくね、上下関係はなかった。最初の僕がジャイアンツって1年目ぐらいですかねそのぐらいの時はね、なんか丁寧になんか聞いてきましたけど、はい、あとはまあザックバランでした。そんなのアンサーって、いい、ちょっといい、アンサーとか言わないですよ、そんなのは。とんでもないです。ちょっといいですかって言ってこう聞いてくるのが多かったですね。まあでもその気軽さが逆に嬉しかったですけどね。あ、本当ですか。僕的に言うとね、ちょっと今 ねドキッとしましたけど、君ちゃん事件再びっていう本当にドキドキしちゃった。いやそれはあの本当に、ね、飲んでる席だけですよね。そう言ってたのね。はい、そんな野球場というか、そのグラウンドの中でそんなことは言わないですよ。はい、いや、グラウンドの中では言わないですよ。はい、こんなね、ちょっと独特な雰囲気で、はい、今日の雑談魂始まります。うん、本日のゲスト、工藤公康さんです。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりに会えて、本当。いや、本当お久しぶりです。はい、いつぶりですか。あ、どうだろう。会うのは本当に久しぶり。そうですね。何年経ったかなって感じですね。そうですね。そんな長年。単位ですか。はい、何年単位ですよ、うん、はい、やっぱ監督されてたんで、うん、なかなかこう会う機会も難しかったですね。まあそうだね。でも連絡はちょこちょこですね。どういう連絡を取るんですか。はいはい、でも何年か前まで本当に毎年のようにご飯連れて行ってくれてたんですよ。へえ、現役の時もそれが嬉しくて、はい、はい、その楽しみの連絡でしたねご飯連れて行ってくださいって感じで、はい、はい、あ、もう現役中からそんな感じだったんですかね。そうですね、はい、なのであのね、なかなかあのこれだけある程度年が離れてると、うん、そうやって呼んでくれなかったりとかね、ご飯行きましょうよとかね、うん、言ってくれないくなるじゃないですか。うん、まあそういう中でも声をかけてくれたんでね、まあ、すごい嬉しかったですよ。いやいや、それは尊敬する先輩にはちゃんと連絡しますよ。もちろんですよ。何の笑いが起きてんのこれ。いや、尊敬する先輩にはっていう、にはがちょっと引っかかってない。尊敬する先輩方々、まあ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 、これ以上言うとね、なんかね。でもそっか、いや、なんかやっぱりすごい、いや、すごいツーショットが広がってるんですよ本当に緊張します。私も本当に、うん、してます。いや、俺もしてるよ。さすがにその1年目ルーキーイヤーの上原さんはちょっとおとなしかったっておっしゃってましたけど、どんな感じだったんですか。僕は僕の方がさっきジャイアンツですよ。そう、あ、そうか、そうですよね、はい、ジャイアンツでは先輩なんですよ、うん、で僕は2000年に入って、で2001年からのプレーだったので、あ、2000年からのプレーなので、うん、はい、だあの1年目の20勝した時は、うん、あ、見ててすごいなっていうふうに思いましたしね、うん、初めて会った時はどんな印象でした。うん、いや、なんていうんですかね、ボールのスピードガンよりも速く感じるピッチャ ー、 あー、はい、やっぱりなかなかその、まあ、僕もそのボールの回転とかね、すごくこう意識をして現役の時にやってた人間なので、やっぱりスピード ではなくてピッチャーっていうのはね、やっぱりボールの回転とか速く見えるとか、うん、あ、やっぱりそういうところがねすごいなっていうふうにも思ったし、うん、あ、だからこんだけ20勝できたんだなっていうふうに思いましたよ。人柄はどういう印象ですか。いや、もう本当お茶目でね、可愛い後輩です。はい、ありがとうございます野球のお話はたっぷりだったんですけど、人柄はお茶目で可愛い後輩でもね、まあ、野球をやってる時っていうのは、まあ、どうしてもグラウンドでユニフォーム着てじゃないですか、うんうん、やっぱりその姿とか走ってる姿、投げてる姿っていうのが、やっぱり僕らやっぱりこうグラウンドにいる時間が長いので、やっぱりその印象が強いんですけど、やっぱすごいこうプロとしてのなんか自分自身のこだわりみたいなものも持ってたし、そういう中でやっぱり練習するっていうことの大切さとか、投げるっていうことの大切さとか、やっぱそのね、プロなので、プロ野球選手としてはやっぱりこうそういうこだわりをしっかり持った中で、自分っていうものがね、どれだけこの世界で通用するかっていうところは、僕はすごく大事にしてほしかったので、
もう見てて、まあ、走ってる姿はすごくこうカマシカのように走ってましたしね。あ、まあ、みんなそう笑うとこじゃないですよ。ちゃんとしたとこ。でも僕1年目言われてたんですよ、本当にカモシカって。はい、ように走ってるし、投げてる姿はね、コントロールも本当後ろから見てるとよかったし、本当ピッチャーらしいピッチャーだなと思ってましたよ。あ、はい、いいですね、上原さん。なんか今日上原さんの三者面談みたいになってますね。うん、嬉しいな。なんか私気持ちいいな。工藤さんに褒められてる。嬉しいな。でも改めて工藤さんの現役時代の、うん、あの成績経歴などを拝見する、やっぱすごいんですよね。まず現役のその期間が、うん、トータル29年ですか、はい、すげえな。野球界って多分引退する年齢が29歳ぐらいですよ、うん、まあ、平均が。平均そうですよね、29歳だから ね、 そうですね。これ実後29年間やからね、はい。でその中でも、ね、球団も5つ、ね、はい、渡り歩いていらっしゃいますから、はい、あ、そんなに行かれてたんですか。はい、渡り鳥です。引っ越しの回数は20回超えています。そんなに。じゃあもう引っ越しお得意ですか。お得意です。まあ僕がするわけではないです、はい、僕がするわけではないですけど、はい、引っ越しはお得意でしたね。あ、じゃあ行くところ行くところ、家族でも完全に移動っていうか。家族で全員で移動。そうなんですか、うん。西武ライオンズに入団されて、その後ダイヤホークス、はい、ジャイアンツ、ベイスターズ、はい、で最後ライオンズと。はいはい、でも最後のジャイアンツ、ベイスターズ、西武っていうのは関東だからそんなに引っ越ししなくてもって感じじゃないですか。いや、そういうわけでもないですね。なかったですか。はい、だ意外と、まあ、その年勝てなかったりするとポッと引っ越しをしたりとかですね。あ、ちょっと原価継ぎみたいなところもありましたね。へ、まあ、ありました。なんかうまくいかないなと思ったらポッと引っ越したりとか、半年で引っ越しする時もありましたし。へ、半年だと、だってシーズン、はい、シーズン途中で、途中で、はい、シーズン途中で引っ越しするもんなんですか、上原さん、プロ野球選手の方。僕寮出る時はシーズン途中やったよね。あ、でもそうじゃない限りは、まあ、引っ越し家族ごと、なかなか。そうですよね。その引っ越しをされるお家を決める時って何をポイントにしてらっしゃったんですか。うん、まあ、僕というより嫁が。だから風水とかですか。方角、まあ、風水というわけではないんですけどね、はい、あのなんかそういうのを見て、あ、もう僕自身もあんまり勝ってないなっていう風になると、まあ、オフが一番多いんですけど、うん、はい、まあ、シーズン中に変わる時っていうのは遠征行って帰ってきたら違うところにただいまって帰る。すごい。加藤さんは引っ越し作業見ないで、帰ってきたらもう新居に、はい、っていうのはありましたけどね。それ いつの時ですか。いつかは思い出せないですね。ああ、でもじゃあやっぱそれぐらい引っ越ししてらっしゃるんですね、はい、そうですね。もう現役終わって10年は経ってますんで、はいはい、最後の方はそんなに引っ越しはしてないんですけど。ジャイアンツの時は、ジャイアンツの時は3回しましたね。あ、3回してるんですか。はい、一度だけ僕行ったことあるんですよ、工藤さんの家に。あ、そうなんですか。はい、ジャイアンツ時代に。どんな、あの工藤さんが専属契約されてたあのトレーナーの方にね、僕がちょっと怪我ばっかりしてたんで、あ、工事ちょっと来いと呼ばれて。いや、そんな命令言ってないと思うよね。工藤さんのトレーナーの方に見てもらった。はい、工藤さんのご自宅どんなマンションだったんですよね、その時ね。はい、はいはい、僕一軒はないので、はい、あ、ずっとマンションですか。ずっと、いまだにマンションです。お、それは何かこだわりがあるんですか。はい、いや、別にこだわってるわけではないんですけど、なんか固定っていうのがなんかあんまりいいしなかったですね。あ、じゃあなんかこう結構こう渡り歩くじゃないですけど、こう工藤さんのこうマインドにも合ってるというか、性に合ってるというか、うーん、かもしれないし、あの、なんですかね、うん、僕もなんかあんまりそこにこだわりはないんですよ。ここじゃなきゃ嫌だみたいなこだわりがないので、普通にこうなんか引っ越せよって言ったらいいよって。そんな軽いノリなんですか、引っ越しって。引っ越し一大事ですよ、家族。いや、はい、へ、そんな軽いノリなんだ。フットワークが、ね、はい、でまた今ってその、ま、監督を退かれて生活がガラッと変わられたと思うんですけど、はい、うんうん、何をして過ごしてらっしゃるんですか。今日の朝までは山梨にいました。はい、山梨ですか。はい、山梨の方に今家があるんですか。山梨の方に家を借りてるの。あ、借りてるんですね。借りてるんですけど、あのなんか農業をやってらっしゃるっていうのをちらっと。あ、まあ、あのこの間、今の冬の間ってなかなかね、はい、農業っていうのも外でっていうのはないんですけど、あの、まあ、ちょっとそこのお手伝いを終わってからしたりとか、はい、はあ、
収穫をできるので、はい、収穫する時になったら収穫をして、で自分たちで食べたりとか、知り合いの人たちに送ったりとか、まあ、廃校になった学校をその方が借り受けて、でこういろいろ事務所にしたりとか、はい、いろんなことをこれからやっていきたいっていうふうに思ってる方なので、まあ、僕もその一つをお借りして、はい、まあ、今日の朝まで DIY してたい、ね、楽しそうだな。その DIY 何作ってるんですか？教室をこう、はい、まあ、ちょっとリノベーションして、まあ、ちょっと壁削ってこう綺麗に塗装を剥がして綺麗にしたりっていうのをやったりとか、ちょっとリノベーションするのに、まあ、天井とかを少しこうね、学校なのでちょっと剥がして、はい、でそこにこう照明、いい照明をつけようかなと思って。不動産も一軒家借りてやった方がいいんじゃないですか？マンション住まいって言ってますけど、もう一軒家を借りてそこに住むような感じで自分で、将来は自分で家を建てたいっていうのがあるんですよ。ゼロからですか？ゼロから、はい、っていうのもあるので、はい、まあ、今まあ修行だと思っていろいろ DIY をしながら、自分のイメージをしてるようなこうリビングとか、はい、そういうのちょっと作ってみたりとか、タンス作ってみたりとか、棚作ってみたりとか、はい、器用でらっしゃるんですね。いや、器用かどうかではなくて、まあ、まずやってないので、あ、はい、まあ、ちょっと自分の趣味も含めて今までできなかったので、まあ、そういうところにもちょっと取り組んでっていうかね、やっていきたいなっていうふうにも思うので、うん、ちなみに収穫したお野菜は何だったんですか？まあ、いろいろあったんですけど、うん、まあ、白菜から大根、カブ、うん、あとはトウモロコシ。トウモロコシはね、シーズン中だったんでできなかったんですけど、わさび菜とか、そう、今年は僕が植えられなかったんで、うん、まあ、息子たちが植えたやつを僕がちょっと最終的に収穫した。それ取ってなんか鍋とかしたらうまそう。あ、で確かにしました。しました。うまそう。そういうの取ったすぐが美味しいんですよ。あ、やっぱ違いますか？みずみずしくて、はい、全然違うっす。東京じゃできないことだよね。そうですよね。こんなみたいなビルだらけで、今年取れたら送るね。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごい体が嬉しい。嬉しい、こういうのでも、ね、上原さんだったらもし和真くんと農業やるってなったら何作りたいですか？何ができるのかが、もう失敗しないやつをまず作りたい。あ、ど素人でも簡単にできるやつをまず作りたい。ラディッシュとか、いや、意外とあれじゃないですか、今言ったやつできると思いますけど。本当ですか？はい、まあ、そうするまでが結構大変なので、畑仕事の畑の話したりとか、はいはい、で有機で作ってるので、あのこうシートっていうか、まあ、なんていうかちょっと名前忘れたんですけど、シートを引いて、でそこのところにこう少し穴を開けて、そこにあの種を植えていくっていう形なので、無農薬で、はい、もう最高じゃないですか。今度はピッチングじゃなくて農業の駆動塾が開校するということですね。いやいや、駆動塾何な、駆動さん塾何個やるんですか？そんなところまでいけない。駆動さんが嫌いだったバッター。あ、嫌いなバッターですか？はい、もう数々の、もうやっぱり29年元気やってらっしゃったら、はい、もう数々のバッターと対戦してきてらっしゃると思います。嫌いなバッターはたくさんいます。あ、たくさん、はい、ざっと何人ぐらい思い浮かびましたか？そうですね、10人ぐらいはいるんじゃないですかね。そんなにいるんですか？まあ、いや、いますよ。長いもんね、現役が。まあ、29年って考えると、はい、名前を挙げていってもらっていいですか？お一人ずついいですか？あ、名前ですか、はい、じゃあまず一人目よく歌えてたのは、まあ、福本さん。福本さん、阪急でいうと福本さん、はい、阪急って言ってる時点です、時代を感じるよ。歴史が、歴史が、歴史ですね。あ、そうですか。さっと出てくる、はい、あ、もう嫌なイメージがすごくありました。はい、もうそうですね、あの近鉄って新井さん、新井さん、まあ、の方ですけど、新井さん、はい、もう新井さんに打てないコースはないのかなっていうぐらい全部打たれました。新井さんはも左バッターですね、はい、左です、はい、対左なんですけど、左がすごい上手なんですよ。へえ、はいはい、で日本ハムだったら、あの島田誠さんっていう方がいらっしゃるんですね、はい、その方によく打たれてたっていう、はい、で南海はカルタさん。南海ですよ、南海、そうですね、はい、そうですね、カルタさん、いや、僕の時はカルタさんが、はいはい、っていう、で、まあ、あの皆さんもご存知な、まあ、落合さん、落合さんでやったりとかですね、はい、落合さんはどうでしたか、対戦してて。いや、なんていうんですかね、
ボールが消えるんですよね、自分が投げてるボールが、うん、はい、こう投げるじゃないですか、うん、でキャッチャーがこうやってこう取ろうとした瞬間にボールがパンって消えるんですよ、うん、音とともに、うん、はい、でパッと見るとレフトスタンドの中段に入ってるっていうですね。それは他のバッターにはない感覚ですか？なかったですね。それは落合さんのスイングスピードが速いんですか？速い、速いんですか？で僕だからインロー、インハイ、アウトロー、アウトハイ、はい、ストレート全部ホームランされてます。もういろんなところを試して見たけど、落合さんロッテですよね。ロッテです。川崎球場ですか？川崎球場の時もありました、はい、あ、まあ、落合さんはまだ川崎球場でしたかね。うん、はい、川崎球場ってだってめちゃくちゃ狭いでしょ。いやでも昔はそんなに、昔っていうど、まあ、あれですけど、そんなにボールが飛んだ時期ではないので、あ、ま、ボールによって、はい、はい、なのでもうそれを見ただけでもう落合さんっていうだけで、はあ、今日何本打たれるのかなとか、ね、そうか、苦手意識が。それともちょっと試合前からこうちょっと負ける方向に入っちゃってる状態ですよね。いや試合はね意外と勝ってたんですけど、うん、落合さんに対しては、はい、落合さんだけは本当にどこ投げても打たれたですね。はい、じゃあそこはもう割り切って投げてたんですか？はい、もうだから僕落合さんに昔気に入ったことがあります。え、何をですか？落合さんどこ投げたら抑えられるんですか？えらいストレートいきましたね。もう、はい、そうやって言ったら真ん中投げてこいって言われたんで、はい、いや それだけはできないですそうですよね。そうですよね。それはそうですよね。真ん中投げてないですよね。真ん中投げてこいって言われた時にそれはできねえ、いくらなんでもね。あれ落合さん2年連続三冠を取った時ぐらいですか？取った時ぐらいですね。ああ、そうだね。すごい時だな。ど真ん中投げてもう綺麗にもう返されちゃう感じの。いやもう本当にどれだけ天才ですね落合さん。うん、すごかったですね。僕の中でのやっぱりこうあのバットが見えないっていう選手ってそういなかったんですけど、すごかったです。今スラスラと5人上がりました。あと5人は、はい、あと5人ですか、はい、まあ、その中にまあ当然今、ね、皆さんもご存知でイチロー選手もいるんですけど、イチローはね1回投げてもね記憶するんですよ。記憶？前にカーブ打たれて、まっすぐも外打たれたり、インハイも打たれたりとか、インローも打たれたんで、あのインサイドからカットボール投げたんですよ。そしたら見逃し三振したんですよ。うん、でイチローが「ん？」みたいな顔してたんですよ。いや自分のイメージにないボールは見逃したりとか空振りするんですけど、あでその次、その試合じゃなくて次の試合でまた対戦した時にインサイドから投げたんですよ。追い込んだ後にカットピュッて言って見逃しまた取ってやろうと思ったらスコーンってライト線に打たれました。ツーベース。あ、もうインプットされたんですね。1回投げた球をインプットするってことですね。え、でもそしたらもう場所どんどんなくなってきますよね。なくなるんですよ。だから打ち損じを、だから3割5分打つんですよ。打ち損じなんですよ。いやな、嫌な記憶力ですね。そうなんですよ。そうじゃなかったらあんな打率残せないでしょ。すごいな。いやいやいや、ほんとね、多分僕イチローはね5割ぐらい打たれてるんですよ。へー、落合さんは5割以上打たれてるんですよ。対戦してみたかったな。勝敗関係なく、あ、まあ勝敗関係なかったね。ちょっとやってみたかったな。イメージできます？できない。できないでしょ。だってアウトコースをライトスタンドに打ってるイメージがすごいありますもんね。いやもうこれがね、そうか、あのね、もう本当どこ投げんだったらいいのかなっていう。ちょっと開き気味やけどインコースもうまいし、はい、アウトコースもうまいし、こう畳むのがうまいので。うん、これのホームランよく見ますね。そう、これのホームラン畳むけどこれゴロにならないんですよ。だから普通だったらこんなきつい体勢になったら無理ですよね。畳んだら普通ゴロになるんですけど、振り切れない、はい、ここでねこう行くんですけど、これがねこうならないんですよ。これはこのままねバットが押しこう、なんていうんですかね、表現難しいです。こう行くんですよ。体のメカニックをたくさん研究してらっしゃる工藤さんでもうんっていう、はい、こう行く、バットがねしなってこう出てくるんですよ。あれはもう落合さんしか無理でしょ。無理だと思うけどね、うん、俺バッターじゃないから分からないけど、うん、人間ってすごいですね。すごい、本当バットがしなってるように見える。人間じゃない、落合さんがすごい。落合さんがすごい。落合さんがすごい。特別、はい。あとはもうブーマーとかクルーズとかですね。ブーマー、はい、あのブライアントとかですね。ブライアント、はい、懐かしい、いい名前がいっぱい、はい、っていう選手も、まあ、そういう中に僕の中にはいますけど、うん、はい、まあ、あの対戦したことがあるっていう言えれば、まあ、そこの中で嫌だったなっていうふうにはやっぱり、まあ、
あの僕はまあジャイアンツを出てからなんですけど、まあ、清原がとは、はい、やっぱり雰囲気というかですね、あやっぱここに投げたらガーンっていかれるなっていうような雰囲気を持ってたのはやっぱり彼ですね。清原さんと何打席ぐらい対戦してるんですか。そんなに対戦はないと思うんですよ。10打席ぐらいあったかないかぐらいですけど、うん、でもその10打席でそう感じる、はい、雰囲気があるんですか。やっぱピッチャーって感じるじゃないですか、はい、打席の中に入った時のこう雰囲気ですね、雰囲気というか、はい、あこれはヒットをしたらやばいなっていうのはですね、はあ、いや感じない人で打たれる選手もいるんですけど、うんうん、あまりなんかダメージは少ないんですよ。はあ、感じてる人に打たれるは打たれるほどダメージが大きいっていうかですね、残りやすいっていうのはありました。上原さんもそう感じる方いました。カブレラ即答でしたね。即答するよカブレラ。嫌な感じでしたか。嫌、うん、やったね。まあ、日本で言ったらコウスケとかも結構嫌だったんですね。福留コウスケ、まあ雰囲気結構構えが結構大きい。あそうですね。で金本さんとか、はい、あの雰囲気が結構嫌でしたね。僕は、僕はなんか金本君と対戦した時は晩年だ、晩年に近かったんで、はい、どっちかというと、まあ、若い時もやってたみたいですけど晩年にこうイメージが強いんですけど、なんか楽しみだったですね。逆にそれはどういう楽しみですか。まあ、僕リリーフでちょうど横浜にいた時なんですけど、横浜スタジアムで投げた時にあの普通に投げたら打たれるんで、もうとにかくインサイドばっかり投げたことあるんですよ、はい、もうとにかくツーシーム系の球、うん、はい、これでもかこれでもかって言って、でファールファールファールされて、でこれでもかって投げたやつカーンって打った瞬間に、あーホームランだと思ったらちょっと詰まっててレフトフライだったんですけど、だからなんかあの時はなんかもう現役も長くなかったっていうのもあるし、やっぱね、あのセリーグを代表するバッターにもなってたんで、対戦が楽しくなんかこうやらさせてもらいましたね。セリーグでこう嫌なバッターいなかったの。セリーグですか。今全部パリーグだったじゃないですか。ただまあ僕らその日本シリーズとか若い時ってこうなんか日本シリーズ戦っててもあんまりこう何ですかね、いやらしいバッターっていう意識はあんまりなかったんですよ。でもジャイアンツで7年で、まあ、7年いたんですけど、その時あんまりいなかったんですか。なんかちょっとなんか野球っていうものを少し自分の中でもだんだん理解できてたので、楽しむとか嫌だなって思うより、このバッターをどうやって抑えるかっていうのをすごく考えるのが好きでしたね。そういう、こう思考に変わったのは何年目ぐらいからですか。僕99年に大連日本一になったんですけど、うん、その時に相手 の、まあ、あの中日ドラゴンズさんと日本シリーズやらさせてもらったんですけど、はいはい、その一番打っていたあの関川君を抑えるのに、はい、自分の相手を知るの 90% は彼自身を抑えれば勝てるって思ってました。なんかその時言ってましたね。はい、はい、動き確かそうだそうだ。もう、はい、城島とももう毎日あの編集してもらったビデオを見ながら、こうだよねああだよねと、こういう突き方してる時はこっちへ打ってとか、こういう時は両方考えられるけどとかっていう話を延々してたのを覚えてます。はい、そうあの時関川さんあんまり打てなかったんですよね。はい、いずれもだから南海だったり、まあ、近鉄だったり、ちょっとこう懐かしい、うん、ね、懐かしい名前の。それだけ長くやってるから、なんか角田とブーマー出てきた時点で、ああハイタッチで脱臼したなと思ってしかも私世代だと多分ブーマー選手のモノマネをしてる芸人さんの方が浮かぶ世代なんで、多分、うん、ああそうなんだ。ブーマーもだって三冠を取ったんですよね。うんうん、でかかったですね、ブーマー。すごかったですね。もう今数ある、もう数々の選手の名前上がってきましたけれども、一番嫌だった人誰ですか。はい、うん、一番は落合さんですね。ああ落合さん、いや対戦数も多かったんでね、はい、だから落合さんがもうその試合の時に出ないっていうだけ祈ってました。出番が出る時に出てこないで、はい、出てこないで。でも向こうからしたら多分工藤さん打ってるってことは絶対出るでしょ。いやあのね、たまに、はい、たまにこう首を痛めたりとかして、うん、あれスタメンにいないって思った時はよしラッキーって思ってました。うん、思ってました。はい、それはピッチャー心理ですよね。いやそうす、苦手なやつがこうカブレラもナイトデーやったらデーの時出ない時あるんですよね、デーゲーム。このまま最後まで出んな最後まで出んなっつって9回代打カブレラとかってなるわけですよ。シュンってなるわけですよ。
嫌なバッターってそういう気持ちにさせるんですね。そうなるんですね、ピッチャーはね、うん、うわ来たよって思いますもんね、うん、顔に出さないですよ。あ、はい、もう涼しい顔して、うん、でも心の中ではなんでお前泣いてる何でお前ここで出てくるんですよその前に出とけっていうんですけどね、本当困った時に出てくるんですよ、うん、もうこれはもう多分往年のプロ野球ファンの皆さんにとってもすごく嬉しい名前がたくさん、ね、聞けたんじゃないですか。上原さんだって南海のあの緑のユニフォーム、うん、阪急の赤のユニフォーム、うんうん、すげえ浮かんだ俺の中で。あ、よかったですやっぱり改めて工藤さん現役長い、すごい長いすごいやすげえやそこがすごいのかないやいやいや、ちょっとまた今までのね、うん、あのピッチャーの方と違う角度のお話が、うん、いや、もう実力もそうですけどやっぱり理論的なこともそうだもんね、うん、工藤さんは本当に勉強してる方なんで、うんうん、本当あの工藤さんの書いてる本を読むとすごくこう野球がより面白く見られるなと思うので、うん、なんか何冊本出されてるんですか、ね、あ、どうですかね、これ初めての本ですもんね、はい、あ、そうですね、あの我が家の本棚から、はいはいはい、ありがとうございます、もう、はい、すごい若くて、はい、4,5 冊もっとだ、いや、もっとじゃないですか、出してるかもしれないですね。トレーニングも食事もとか結構ジャンルいろいろ出してらっしゃいますよね、うん、はい、すいません、それを見て勉強っていう手もありますよねまたなんかこれからさらにいろんな、ね、新しい野球、ね、はい、の関わり方もそうですね、そうですね、はい、畑仕事っていうことも出るかもしれない、まあ、あなんだろうあ、ぜひ親子で畑仕事、日本一の監督が育てる日本一の野菜とかいかがですか。まあ野菜は日本一にはなかなかならないですね、はい、ただまああのね、作るからにはまあ心を込めて作りたいなと思います。愛情たっぷりの、愛情たっぷりの、いえ、もう愛情たっぷりで、はい、上原さんお腹すかしてね、待っといた方がいいですね。そうですね、送ってくれるって言ってたんでいや、もうぜひ送ってきますよ、ちゃんと住所出しておきます、はいはい、もうこの後すぐ場所分かったので場所分かったので、ここ事務所です自分の家の住所、家いいですか、わかりました工藤さんが在任されてる期間ってずっと強いホークスだったじゃないですか、うん、監督7年ですか。7年です。で、日本一5回ですか。5回ですね。おかしいでしょ。すごいんだ。しないと思いますけど。おかしいんですよ。おかしいですよ。現役の時の優勝回数もおかしいんですよ。おかしいですよね。すごい。監督としての優勝もおかしいんです。本当に優勝受け負い人。いやいや、優勝受け負い人っていうのは工藤さんのことを言うんですよ。本当そうですよね。あの、それ以外の人はまず名乗ったらダメ。だって現役の時が G リーグ優勝が14回。で14回、はい。そのうち日本一、上原さん何回だと思いますか。半分ぐらい。半分ぐらい、じゃあまあ7回とか7ぐらい、ブブ、うん、11回14回出て11回優勝すごいすごいっすね。何もしなくてリーグ優勝したという年もありますよ入った年に優勝してるのただベンチで座ってたとかね、ブルペンで投げてたっていうだけの年でしょ。いや、ほんとほんと1年目とか、はい、まあ、あのワンポイントで27試合、はい、まあ、経歴見たら分かるんですけど27試合しか出てないんですけど、うん、投げない時1ヶ月ずっとベンチ座ってましたからね。でもそれで積み上げてきてらっしゃるね、通算成績も224勝してらっしゃいますからね、はい、224勝、うん、すごいな。いやいや、もう先輩方々からすると、はい、まだまだだって言われてましたけど、ね、いやいやいや、はい、これもっと勝ってるね、あの、はい、名球会の先輩方いらっしゃるので、ね、はい、ますけど、はい、これ200勝目どんな試合か知ってる？200勝目ですか、うん、どんな試合ですか。自分で決めたんですよ。あ、自分で打って東京ドーム、あれ8回ですか9回、7回の裏、7回裏ですか。ホームラン打ったんですよ、はい、いや、しかもそれ工藤さん現役で初ホームランですそれは工藤さん、あの、そのホームランっていうのは、ね、狙って打てるわけがないじゃないですかどうやって僕が狙って打てるんですか。西武が13年、ダイエーが5年なんで18年です、はい、生まれた子がもう高校を卒業するぐらいまで打撃なんかやってなかったのに、うん、打てるわけがない。いや、でも日本シリーズでも打ってるイメージが僕の中であるんですけど、はい、打ってる、まあ、はい、まあね、あの、打たれたピッチャーからすればっていうふうにはあるかもしれないですよ。ただあの、もう本当に振ったら当たったんですよ。 1,2,3 でまっすぐっていう、はい、だから僕まっすぐしか打ってないと思うんですよね。東京ドームのライトスタンドに行ったんですよ。かっこよすぎます。通算ホームラン何本ですか。1本です。僕も1本。一緒です。
ただ打った状況は違うけど。いやいやいや、はい、そのホームラン打った時どんな気持ちだったんですか。いやー、なんかすごいこう後で見たらむちゃくちゃはしゃいでましたね。いや、めっちゃ喜んでましたよ。はい、めっちゃ喜んでました。いやもう、いや本当なんか申し訳ないんですけど、あのね、本来だったらやっぱり、うん、ね、ああいうのってあんまりやっちゃいけないんですよ、まあ、ピッチャーのことを考えればね、まあ、っていうのもあったので、あ、だ僕はピッチャーやってるんで、まあ、余計ね後から反省して、いや、まずかったなって思いながらですね。でもそれぐらい我を忘れるぐらい嬉しかったってことですよね。いや、もう3回か4回勝てなかったんですよ。でもうこれで勝てなかったら今年は難しいかなみたいなぐらい自分の中でちょっと切羽詰まってるところもあったし、うん、はい、でもう体がちょっとバテてきて、そろそろ交代かなみたいな時に、まあ、古市監督が、お前まさか変えてもらおうなんて考えてねえだろうなって言うんですよ。お前次投げるピッチャーのことよく考えろ、もうこんな試合で他の奴らなんか投げさせられないんだから完投しろって言われて、うん、あ、分かりました、はい、っていうぐらいのタイミングだったので、はい、いや自分で決めて200勝かっこいいじゃないですか。迷宮会かっこよすぎますね。そこで迷宮会に入る、かっこいいな。かっこよすぎる。ちょっと現役時代なんかこうやり残したなって思ったことって何かありますか。まあね、長くやると皆さん後悔がないとかね、悔いはないとかね、いうのはあるんですけど、僕は、まあ、まあ後悔とか悔いが残ってる試合もね、年度もあったし、ああもっとあの時こうしとけばなっていうのはなんかこう果てしなくありますね。 あるんですか。あるんです。工藤さんでもあるんですか。あるんですか。っていうか、はい、はい、いや一番最初に失敗したのは高校からプロに入る時に、まあ、ほぼほぼ遊んでて練習しなかったっていう、遊んでたこうなんですかね、就職先が決まってプロ野球にね最終的にはなったんですけど、やっぱりそこであんまり練習しないまんま自主トレを迎えてしまったっていうのですね。はい、ちょっと壁にぶち当たったんですか。いや壁なんてもんじゃなかったですね、僕ら入った時はですね。どんな、はい、ちょうど広岡さんの1年目だったんで練習量も質も、量も質も、はい、やっぱりこう、ね、前は上下関係も、はい、まあ、すごかったんで、ああ、やっぱそういう意味で、ああもっとちゃんと練習しとけばなっていうのはありましたね。ああ、でもなんか それがきっかけでこうちょっと発奮して、じゃあここから頑張るぞって。いや心が折れたですね。あ、折れちゃったんですか。あまりのレベルの差に。へえ、全然やっぱりこうプロ野球選手の体力というかにやっぱりこうびっくりさせられたっていうのはあったので、はい、だから全然体力的にもついていけなかったんですよ。ランニングもそうだしね、投げるっていうこともついていけなくて、はい、なのに開幕したら一軍にいたって言ってですね、はい、自分の中ではなんかキョトーンとこう、なんでこれここにいるんだろうっていう感じで、まあ、1年目は過ごしてましたね。でも一軍にいたっていうのもすごいです ね。それで、まあ、いたというよりはいさせてもらったっていうでも投げてるわけじゃないですか、まあ、27試合、はい、それは何か監督から言われたことはありましたか。はい、いや、それを監督さんに言われたことっていうのはなかったんですけど。じゃあその意図だったり、はい、なかったですね。非西武なのね、優勝の、ね、ひたすら優勝してる時、はい、そうなんですよ。14回だもん、だって、はい、もう本当すごい選手たちばっかりだったですもん。僕はだってちょうど小学校か中学、はい、その辺の時はもうパ・リーグはもう西武っていうイメージだもんね、はい、1986年度から94年度までの間で、はい、何年間でこれ見てください。8年間 1,2,3,4,5,6,7,8 9年間で9年間で優勝8、はい、で1回だけ3位これがおかしいですよね、はい、おかしいですよ。どういうことなんですか。いや本当ね、まあ、先輩もそうだし、はい、まあ、僕はやっぱりこう入った年から、まあ、4年間は広岡さんの元でやらせてもらったんですけど、はい、もう基本を徹底する方で広岡さんが、はいはい、もう、まあ、今だったら、まあ、なかなかそういうのはできないのかもしれないですけど、うん、僕ら党内連携だけで2時間やってました。え、キャンプの時ですか。キャンプ前、キャンプがまだな、あのキャンプの前から練習してもよかったとしたら、あ、1月の時に、うん、はい、党内連携ってそんな時間、僕の中で15分ぐらいでいいと思ってるんだけどね。そう、やんないですよね2時間とかはやらないですよね絶対やらない。あ、毎日2時間でしたね。なかなかプロでそういう練習って聞いたことがないですよね。ひたすらだって同じような動きばっかりじゃないですか。同じ動きばっかりなんですけど、広岡さん曰く、はい、まあ
ね、あのファーストセカンド1・2塁間とかに打球が飛ぶじゃないですか、はい、でピッチャーがファーストベースにカバーリングに行く、はい、でそれをそのベースを踏まなく、あのベースを見なくても踏めるようにしなさいっていう、へー、カーンって打った瞬間にターッと走ってってボールをこう投げてくるので取ったらポンって踏んだらベースがあるっていう、あ、じゃあもうボールからずっと目を離さずに、離さずに、へー、見ればその分遅くなるっていう、はい、やっぱそういう風に教えられて、もう体で覚えろ、体で覚えろっていう、やっぱりそれってそうやって練習続けたらできるようになるものなんですか。不思議なことにですね、できました、できました、へ、不思議ですよ、みんなできるわけないだろって最初思ってたので。え、急にできるようになるんですか。急にではないですけど、足がだんだん近づくんですよね。あ、もうこの辺だって分かってくるんですね、はい、分かってくるんですよ。あ、ちょっとずれたとか、へ、あ、今角に当たったとか、へ、でそれはもう目線がずっとボール、ずっとボールばっかり見てて、え、それどこの球場でも、どこの、はい、まあ、どこの球場でも、あの、大分のサイズが変わるよ、でも景色がね、はい、違ったりしたら、なんかちょっと感覚とか変わりそうなのとか、はい、まあ、土だったり人工芝でも変わるんですけど、そうですよね、できる、はい、ちゃんと踏めるようになります。すごい、はい、俺なんかもう右側飛んだらもうそっちでやってって思う。俺カバー行かへんっつって、俺ハム危ないから行かへんって。肉離れしちゃうからもうそっちでやってんだ。じゃあでもそれってその基礎練をこう徹底した賜物っていうのがこの優勝、いやこの時確かに森監督に引き継がれて、なんか派手な野球ってイメージあんまないですよ ね、 そうですね、基礎が基本がとにかくすごいってイメージは確かにある。で もう選手のラインナップはもう華やかでしかないですよね、うん、それは ね、 ねえ、まあ、とにかくだからあの 守りっていうことに関しては本当あー抜かれたっていう打球もみんな取ってましたね、うん、内野のこうショートの三遊間抜かれたとか、うん、一二塁間抜かれたとか、うん、あーセンターってパッと見たらピュッと出てくるみたいな、すごい、でももう個性も強いじゃないですか、華やかだし、うん、皆さんこうキャラクターも濃い、うん、秋山さん、清原さん、デストラードですよ、名前で強いですもん、もうあのなんかファミコンで使ってたメンバーそういうメンバーだよねこれ、うん、だね、皆さんは仲は良かったんですか。いや悪くはなかったですよ、うん、どんな雰囲気のチームだったんですか、はい、いやあのね西武って、うん、まあ個性は確かにみんな強かったりっていうのはあったんですけど、うん、やっぱこうあの当時強かった時っていうのは、まあ、キャプテンっていうかまあ、西毛さんがいて、で西毛さんがみんな集まれってね、こう例えばチームがこうちょっと落ちてきたりとか、この3連戦は負けられないぞっていう時は西毛さんが声をかけるとみんなでおーって言って、多分負け越したことはないと思いますよ。そういう意味での一致団結じゃないんですけど、一つになる時っていうのはすごいみんな集中力を出してましたね。石毛さん中心にチームができ、なんかこうキャラクターそれぞれのなんか役割みたいなものあったんですか、まあ、石毛さんがまあリーダーだとしたら、うん、例えばちょっと弟分は誰とか、うん、ちょっとなんだろう盛り上げ担当は誰とか、まあ、盛り上げ担当っていうわけではないんですけど、うん、まあ、前に出てきてこうなんか昔はこうなんかあの一人が出てきてみんなでわーっと盛り上げるみたいなのが、うんうん、あったんですけど、うん、ああいうのはなんか日替わりで若い子たちが、はい、野手の若い子たちがこうやったりっていうのを、うん、あのもう常にやっぱりこう訓練されてましたね、はい、当時の西武はやっぱり勝たないと評価してくれなかったので、うん、やっぱり絶対勝たなきゃいけないっていうような思いはみんな強かったと思いますね。だってあの西武の僕の覚えているのはあのジャイアンツとの日本シリーズですよね、センターのクロマティ、うん、知ってます、うん、はい、セカンドに軽く投げて辻さんが一塁からホームに帰ってくるね、はい、あれ辻さんですよね。そうそうです、ああいうの見た時に西武ってやっぱ強いなと思うじゃないですか。印象っていうのがこう映像でこう残ってるんですよね僕の中で。デストラーデがホームラン打ちまくってるっていうそういうイメージももちろんありますし、うん、秋山さんのホーム帰ってくる時のバック中でしたっけ、はい、ね、かっこいいなと思いながら見てたな、ね、小学校中学校の時に、ね、辻さんの短くバットを持ってこういやらしいバッティング、あ、いやでも辻さんは、うん、あの入ってこられた時に4番打ってたんですよね。え、4番がクリーンアップを打ってて、はい、で広岡さんがそんなバットを思いっきりこう長く持って振るんだったら使わないって言われて、はい、もう短く持ってコツコツ行けと、で広岡さんが変えた選手だと思いますよ。そうなんですね、はい、いや辻さんはバッティング、まあ、守備がうまいっていうイメージですね。守備ね、8回取ってらっしゃいますもんね。なんだこのメンバー。え
まあ、もちろんもうメンバー見たらそれは強いだろうなって感じなんですけど、この強さって最大 の、 そのまあ要因は何だったと思いますか。いや僕は守りだと思いますよ。守り、はあ、やっぱ打ってっていうよりはやっぱり守って勝つっていう1点を本当に、ノーヒットで取りますんで、おお、いやらしい野球ですね。フォアボール、盗塁、送りバント、外野フライっていうんですね、はい、だからもう本当こう相手からすると打たれてないのに負けちゃうみたいな、もうその時点でも気持ちもやられちゃうじゃないですか。一番嫌なやつですね、それね、うん、僕らも投げててもあーっていうのが取ってくれるので、すごいこう、まあ、安心感っていうわけじゃないですけど、うん、全部がねそういうわけではないし、うん、で頭上を越えてホームランっていうのもあるので、うん、でも本当守備はあーっていうのを取ってもらえたっていう。入った球団がこういうこう、まあ、上昇軍団というようなチームじゃないですか。当時どんな感覚だったんですか。いやでも入った時、僕が入った時の上昇軍団ではなくて、うん、入ってからその1年目、うん、それまであの西武って6位だったりとかですね、はい、あまりこうあの上位には何年かいなかったチームなんですよ、うん、はい、で僕が入ってたまたまあの入った時に広岡さんが監督をやられて、その1年目に勝って、ね、2年目も勝ってジャイアンツに4勝3敗で勝って、で3年目85年の時はあの阪神に負けて、だったと思うんですけど、はい、だからすごいこうそういう意味ではその広岡さんのもうとにかく自分の信念を貫いて自分が監督としてできることはっていう風だったので、だからもう玄米投入も広岡さんです。へえ、一番最初に入れたのはですね。あ、そうなんですか。はい、食事の面も広岡さんチームで、はい、で伊藤さんがやっぱりキャッチャーとしてねずっと安定して、はい、怪我しないでずっと出てたし、レギュラーっていう人はほとんど何ていうんですかね、まあ怪我っていうわけじゃないですけどちょっと気になるところがあっても、まあ、休むっていう選手はいなかったですね。確かに、はい、ずっと出てるイメージだな、うん、だから僕らはまあそのちょっとおかしいっていう選手もまあ耳には入ってくるんですけど、まあ、大体トレーナーが次の日には何とかするみたいなぐらい、へ、うん、トレーナー室で結構唸ってる声とか聞こえますよ。治療でうおって強くね、明日出るようにしてくれって言うとちょっとした肉まなるでもこうガーってこうトレーナーが何とかしてる。それで何とかなるもんなんですか。いや何とか出てましたよ。何とかなるのかなと思いながら見てましたけど、すごかったと思いますね。でもやっぱりそういう環境にいたこともやっぱり工藤さんがそうやって現役、まあ、29年やられてたっていうところにもつながるんですかね、うん、ですかね。やっぱこう僕は体のことはやっぱりトレーナーに教えてもらったっていうのが結構あったので、うん、はい、だからやっぱりこう困ったら相談するんですけど、はい、どうしてその自分が気になっ ってそれがうまく取れないっていうと取ってもらうんですけど、その時にいろいろ話をしてもらうんですよ、うん、はい、肘がこうやって下がってくるとお前はこういうところが張りやすいとか、下半身使えてないとこういうところが張りやすいとか、っていう人を西武に見てもらってた人とそのジャイアンツの時に一緒に契約をしたので、はい、だからこう工事がちょっとおかしいっていう時にじゃあ一回ちょっと見てもらうかって言って、はい、トレーナーを紹介したりとかしたんですけど、はい、いい筋肉してるって言ってましたよ。あ、本当ですか。はい、その時の言葉忘れないです。あの、肉離れする筋肉じゃないって言われたんですけどね。そうなんですか。はい、って言われたけど毎年のように肉離れしてます。それ原因なんでしょうね。何なんですかね。もう結局分かんなかったです、ね、だね、はい、だやっぱりこう使う頻度が、うん、やっぱすごいこうね、あの上半身高くように見えますけど、うん、すごいハム使ってるんで、ね、そうなんですね、投げる時に、うん、それよく言われますね、はい、上半身で上投げしかやってないって言われますけど、やっぱり下半身の怪我しますから ね今でもね上原さん走ったら肉離れするわとかよく言ってますもんね。いや今はもう走れない、ね、走れないって危ない、うん、今はもう危ない、うん、引退したら走ったらダメ続けなかった。引退したら歩くだけのんびりゴルフしてゴルフして、うん、ゴルフは工藤さんうまいんですよ。いやさすが、はい、そんなことはないですけどね。ジャイアンツ時代にキャンプとかでも何回か行かせてもらいましたけど、うん、ね、はい、またちょっと行きましょう。はい、行きました行きましょう行きましょう、ゴルフ行きましょう。なぜこれだけホークスは強かったと。まあ基本的に今の子たちは真面目だっていうのはあります。はあ、で自分の向かっていく方法とか自分の役割とかポジションと か、うん、だかまあ一番良かったなと思うのは一番最初監督になった時にユーティリティープレイヤーを作りたいっていうかですね、うん、まあ、表に出したの で一つのポジション、まあ、当然レギュラーだったら一つのポジションなんですけど、まあ、それ以外の人たちはやっぱり2つとか3つとか、
あらゆるところを練習してもらったりとかしてたので、それも一つのその後で考えれば選手の可能性をどう引き出すかっていうことにもつながったので、はい、それがなんかすごくこう良かったかなっていう、だそういうのをちゃんと選手が理解してくれて、まあ、いろんなポジションで練習をしてくれて、まあ、その分時間はかかる時もあるんですけど、そうやってやってくれたから、まあ、例えば、まあ、栗原君のように、まあ、キャッチャーだったんですけど今はもう外野でねしっかりレギュラーを取れるっていう選手も出てきてくれましたしね、すごく良かったなというふうに思います。また育成出身の選手が日本代表にまでなってるっていう、はい、ですね、そういうケースもこう作ってらっしゃるじゃないですか。すごくこう育成に定評があるっていうイメージがあるんですけど、ホークスは、はい、そのあたりはどういうプランを持ってやってらっしゃったんですか。プランというより育成の選手は結構その、まあ、頑張り屋さんというか頑張る子多いんですよ、うん、はあ、まあ、育成だから頑張るというわけではないと思うんですけど、はあ、やっぱりこう支配下になりたいとかね、はあ、上で頑張れるような選手になりたいっていう思いが強いんじゃないかなっていう、別にそのドラフトで入った子が弱いっていうわけではないんですけど、よりこうそういう強い意識を持って別に差があるわけではないんだよっていうね、はあ、もうプロ野球に入ったら横一線っていうね、まあ、そういう中でも早く支配下になりたいっていう思いが結果であったりとか力をこうつけさせているのかなというふうに思います。でもあの施設もそうさせてるんじゃないですか、うん、間違いないね。ソフトバンクのあの施設はもうちょっと素晴らしいですから、うん、あって聞きますね、うん、はい、それはもう12球団1でしょ、まあ、まあ、12球団見てないけどね見てないけどすごいと思いますよ。僕はそんなにないかなと思いますけどね、うん、それは選手もやる気出ますよ。またね、千賀投手のことは上原さんもよくね名前このチャンネルでも挙げてらっしゃいますけど、うん、その千賀投手もいたり、うん、甲斐選手もいたり、はい、うん、ね、いやむっちゃすごいっすよ、はい、すごいというのはどこが。いやもう僕はもう選手の前であんまり褒めないんですけど、うん、もう終わったんで褒めますけど、千賀、うん、のフォークは打てないですよね、うん、へー、本当にいい時はもう自分僕が横から見てても消えますもんね。へー、お化けフォーク、お化けフォークって言われてますけど、はいはい、それを監督の時にはまあいいねくらいは言うけど、そんなすごく、はい、めっちゃいいじゃんみたいな感じで言うことはなかったんですか。まあ まあ、言わなかったですね。はあ、確かにでも監督が選手はそうあんまり、ね、褒めるってないですね、はい、いや褒めるよ、褒めるけど、その大げさにこうなんか褒めるってことはないですよね。どのぐらいのテンションで褒めるんですか。おー今日良かったじゃないっていうぐらいは、うん、今日これ良かったよねって言ったはいとか、この球も決め球良かったねとか、インサイド今日うまくついてたなとかいう話はしますけど、うん、はい、本当はどのぐらい褒めたかったんですか。お前すげえな、すげえなお前でもそれね、俺は監督だと、はい、いや本当はねこうなんかもうねこうゲッターをハグしてやりたいとかですね、いろいろあるんですけど、あんまりやりすぎちゃっていう思いもあるんで、ちょっと自分で抑えちゃうところも、ちょっと恥ずかしいところもあるんですけど、抑えちゃうところもあるんで、ハグしたくなった瞬間何回もありました。いやありますよ、それはもう選手でね、うん、あのすごい貴重なホームラン打ったりとか、ね、この1点っていう感じの走塁を決めたりとか、ね、うん、ここで抑えてくれよって思った時にビシッと三振で帰ってくるとかね、したらねクッて行きたいですよ、ね、そこは抑えて、はい、それはもう監督としてちょっとなんかクッと後ろに引っ張られるような感覚を持ちながら、お前なら当然だよなみたいな感じですよ本当は、はい、そうです。そっか、監督ってそういうところをされる、それって ある意味、まあ、もちろんだとは思うんですけど、ちょっと辛い部分ですね。いや辛いですよ、だって、うん、いい成績残しても、うん、やっぱり出てないところもやっぱりちゃんと次は同じようなミスをしてもらわないために、うん、あえて言わなきゃいけない時もあるんで、うん、だからやっぱそこはもう本当あえてごめんって思いながら、うん、あえて言うねって言うと、選手も僕でもちゃんとやってるじゃないですかって思いもあるんですよ。あ、いやそれも分かるって思いながらも、うん、あ、やっぱりこのチームやっぱり勝ち続けなきゃいけないっていうのがやっぱり一番なんですよ、はい、勝たなきゃいけないって、今年勝っても来年勝てなかったらっていうのもあるんで、毎年勝たないといけない、ね、勝たなきゃいけない。いや僕が勝ちたいというよりはやっぱりそういう経験をした選手って、まあ、昔の西武もそうだし、うん、強かった時のじゃあその前の元ジャイアンツの V9 もそうですけど、うん、そういうところでやられてる人がやっぱり監督コーチになるじゃないですか、うん、ね、はあ、やっぱりそういう選手たちになってほしいなって僕なんか思うんですよ。あ、もうその先々の野球人生も考えて、はい、はい、だって野球できても40までですよね、うん、あとの半分どうするのっていうね、
そこもあるので、やっぱ終わった後にそういうすごい経験をすればするほど、やっぱりこうコーチになる監督になる人も出てくるじゃないですか。 V9 見てもそうだし、ね、西武の強かった時もそうですし、やっぱりみんなある程度こう監督さんとかコーチになってるじゃないですか。今でもやられてる方もいるじゃないですか。選手たちにはもうずっと野球界に行ってほしいんですよ。でもこの選手はやっぱりすごかったみたいなのいました、千賀以外に。やっぱりこう、なんだろう、みんなそれぞれあるんだよね。ああ個人で、そう、そう、あ、各野界はね、本当にあの広島と日本シリーズの時もね、はい、もう通りさしまくってるんですね。いや正直、あ、盗まれたっていう時もあったんですよ、うん、ああこれはセーフだろうと思ってパッてタイガー取って投げたら楽勝でアウトだったんで、うん、俺って思いながらですね、あ、今あの取ってどのぐらいっていうと、だいたい 1.8 とか 1.7 行く時もあったんじゃないかなっていうぐらい、うん、はい、あの時の回はすごかったん で、 すごいっていう選手いっぱいいますよ。キャッチャーの方に対してはどういう、 こう声かけや指導されてらっしゃったんですか。バッテリー含めて守りがっていうところがあったので、やっぱり守りで僕も妥協したくなかったり、やっぱりその辺はまあ、うん、厳しい時もあったかなって。いや、まあ、まあ選手に聞くと厳しい時ばっかりですって言われるかもしれないですけど厳しい時はあったかなっていうふうには思います。あの現役でやってらっしゃる時に、あの大ホークス時代城島さんとこうバッテリーを組んでらっしゃったじゃないですか、うん、はい、その時はどういうふうな声かけしてらっしゃったんですか。常にですね、はい、スリーアウト終わったら来いって言ってましたんで。へ、あ、はい、でもそれでその都度こう反省じゃないですけど、はい、そうです。だって城島を育てたのは工藤さんだって言ってますからね。いや、育てたわけではないと思うんですけど、まあ、その辺はやっぱりこうなんだろう、押し引きっていうのは、うん、まあ、僕はどっちかというとこう押しですね。その当時のバッテリーコーチの若菜さんがやっぱりこううまくこう城島をね、うん、なだめたりとか、うん、はい、キャッチャーとして、ね、やっぱりピッチャーをうまく立てなきゃいけないっていうところもあったりとかっていうのも教えたりとか、うん、まあ、時にはやっぱり自分で押してっていうのもあったりとか、その押し切りはすごくこう若菜さんがちゃんとやってくれたんで、うん、はい、城島も毎日毎日こうしっかり切り替えて次の試合次の試合っていけたんじゃないかなと思いますよ。だってサイン合わ ん, 合わんかった時、工藤さんマウンドから自分でカーブって出してましたもんねええのと思って、バッターカーブって分かってるやんって思われる。すごい、あれもすごいですよね。それはもうあえてやってたんですか、うん、ですね多分その時はコントロールに自信があったんじゃないかな。カーブのコントロールってことですか。はい、ストライクからボールにするとかですね。あ、あのヒットにならないようなところに投げれるとかですね。じゃあもうバッターに分からせてても大丈夫だって。大丈夫っていう。なんかここはカーブ投げた方がいいよっていうことをキャッチャーに伝えたかった。はい。え、なんかだからその辺で城島が分かってなかったってことですか。まあ多分若い時の城島くんですね。うん、はい。はいはい、分かってたと思うんですけどね。なんでだろうな。何だろう。記憶にないですね。いまいちこうなんかはっきり覚えてないんですけど。あの後やったの覚えてるんですけど。うん、でもその後でもね、城島がメジャーとか行って活躍して、うん、また阪神帰ってきて活躍してとか、まあ、工藤さんのおかげなんだろうな。またあの甲斐選手の活躍を見て、お、さすが工藤さんだって多分思われたファンの方もたくさんいるんじゃないかなと。うん、工藤さんがいろんな選手を育ててる、監督になっても育ててる、うんうん、現役の時からずっと育ててるんですよ、うん、そんなことはないですけど、ね、そういう皆さんが将来こうコーチになったり監督になったり、あ、可能性は ね羽ばたいて、まあ、でも城島は釣り師やけどね確かにその未来はどうですか、想像していらっしゃいましたか、はい、あの城島さんの今の感じ、まあ、釣りはね本当、うん、あの彼自身、まあ、現役だけどすごく好きだっていうのも聞いてたので、うん、まあ、それもいいかなっていうふうにも思いますし、まあ、いつかは帰ってきてほしいなっていうふうにも思うので、うん、あれなんかソートバンクのキャンプに来てましたよね。あ、今はアドバイザーっていう形で中に入ってますんでね、うんうん、去年のソフトバンクはどうしたんですか。やっぱりこうあれだよね、まあ、外国人の選手たちが、はい、まあ、コロナの関係でちょっと来るのが遅くなったりとか、うん、なかなか入国できなかったりっていうのもあるかもしれないし、はい、まあ、ちょっと怪我人もいたっていうのもあるかもしれないけど、まあ、最終的には、まあ、そういうそれってもうある程度分かってることなので、その分かった中で、まあ、変われる選手をうまく自分僕自身が作れなかったっていうのがやっぱり一番大きいですかね。分かっていたのにそれをこう前もってちゃんと作れなかったっていう、多分自分の責任の方が大きいので、まあ、これはやっぱりちゃんと次ね、ホークスがしっかりと前に踏み出して
まあ、ここからまた、ね、今年からまた3連覇4連覇できるようなチームにするには、やっぱり自分自身がやっぱりしっかり責任を取らないといけないかなっていうふうに思ったんですけど。その責任を取るためにも監督を退いたってことですか。そうですね、やっぱり一番はね、もう 敗戦はやっぱり翔が取らないと、はい、取る人はいないので、はい、僕かなというふうに思います。でもその1年だけですってなりないですか。 その前でね5回日本一になってるのに、うんうん、あ僕はあの4連覇はしてるけど、はい、やっぱり間の2年はやっぱりリーグ優勝できてないので、はい、あやっぱりそれ、まあ、そのファンの皆さんはね4連覇っていうふうに、まあ、僕も4連覇だと思うんですよ、うん、日本一になったので、はい、ただやっぱりそのね、ファンの皆さんの中にはやっぱりリーグ優勝と日本一、うんがやっぱりこうセットってわけじゃないんですけどね、うん、っていうふうに思われてる方もいらっしゃるので、そういう意味ではやっぱり去年、まあ、去年ですけど、あの2021年が始まった時に今年が何より大事っていうのはね、今年勝つか負けるかでっていう思いはちょっと、ああもう始まる前に思ってたんですか。思ってたんですよ。あ今年勝ったらこれはまだ続けられるっていう、まあ、そういう部分での自分が欠けてた部分もあったので、やっぱり責任は僕は取らなきゃいけないなと思います。工藤さんは監督をしてらっしゃる時に一番大切にしてたことって何ですか。そうですね、まあ、ホークスってね10連覇をっていうのがあったし、まあ、世界一、ね、っていうのもあったので、やっぱり勝たなきゃいけないなっていうのは、やっぱり勝たないと評価はされないんだろうなっていうのは、まあ、僕自身の中にはあったのは確かなんですよ。ただやっぱり勝つ方法っていうのは、まあ、いくつかたくさんあるというふうに思うので、なので、まあ、自分はピッチャーでもあるし、まあ、バッテリー含めて守りがしっかりしていれば、やはりある程度はその安定した優勝争いができるチームはできるんじゃないかなっていうふうには常に思ってたんですよ。まあここで言いますけど、まあ、ピッチャーには確かに厳しかったかもしれないです。ああちょっと厳しくしちゃったなっていうのは自分でも感じて。そうですね、まあ、あの15年終わって16年あの15年の秋とかも、まあ、工藤塾とかって言われてこうそこでやったりっていうのもありますけど、うんうんうん、まあ、確かにそこでね、うん、あのパッてこう花が開いた選手も中にはいるんですけど、まあ、僕の中に勝たなきゃいけないのもあるんですけど、一番はやっぱり長くやってほしいって思うんですよ、うんうんね、一番最初の話にもあったように、まあ、平均が大体29歳8か8歳9歳で野球やめていくじゃないですか。それってどのぐらい、まあ、どういう状態か、選手の状態かっていうと、選手の力は落ちてるんですけど、例えば結婚をして子供ができて、ちょうど子供がまだ小さい時でとかね、一番これからね頑張らなきゃいけないっていう時に、やっぱり野球をやめなきゃいけない。野球って自分がやりたいからできるっていうわけじゃないじゃないですか。プロ野球ってね、自分がどんなにやりたくても、あもう来年からいませんよって言われる世界だから、そういう中でやっぱり常に必要とされるっていうのは、やっぱりもうちょっと選手が考えているよりも上なんですよね、球団の人の考えっていうのはね。やっぱりこうある程度年齢に行けば、あのもう球団としては次の世代の人たちを考えなきゃいけなくなってくるので、まあ、そういう意味でも選手たちの、いやいやまだもう彼だったらまだあと2年3年とか、いや5年ぐらいは全然平気だよっていうぐらい体力があると、やっぱ次の人っていうのはまだ他のところでこう考えられるんですけど、もうあと1年か2年っていうふうに思われてしまうと、球団に、はあ、どうしてもやっぱり次の人っていうことにもなりかねないので、同じ実力で、はあうん、やっぱり若いと年寄りってなったら、やっぱり若い方取るもん ね、うん、ね、球団としては将来性を取るからね、やっぱりね、はい、だから僕も常々アメリカでしたけど、そのマウンド上試合での成績を見て判断しておくれって俺はずっと言ってた、うん、年齢だけで判断してくれるなと、うん、どっちが試合出てんだと、うん、どっちが成績出してんだっていうのを俺はずっと言ってたの、うん、でもアメリカもやっぱり年功序列っていうか、うん、若い子を破壊子ってなってくるんで、はい、それがすごい嫌やったですね、俺の中で、うんうん、またホークスも三軍制を敷いてて、まあ、非常にあの、はい、在籍してる選手の数も多いじゃないですか。多いですね。あのシーズン中はなかなか目が行き届くっていうのは難しいんですけど、でもその秋の練習とか、あ、まあ、僕はあの、まあ、秋季練習が終わる頃になると、ちょうど、まあ、今は、ね、あのコロナでやってませんけど、うん、台湾に行ったりとか選手を派遣したりとかしてチームを作ってやったりとかしてる時は、まあ、台湾にも行ったりとかしてたので、やっぱそういうところで見た選手を、まあ、来年例えばキャンプの A 組に入れたりとか、はい、でオフになった時にはちゃんとトレーニングを、まあ、コンディショニングも考えるし、まあ、僕は監督としてこの選手にはこうなってほしいなと思った選手には
そういうトレーニングを、まあ、みんなで話をして、じゃあこのグラブできるようにっていう形でオフのトレーニングを考えたりとかっていうのもしてましたけど、ね、監督って1年間休むことないんですね、うん、ないですね。そう、2軍の試合まで見ちゃうともう本当に1日自分の時間って全くないですよ ね、うん、まあ別に欲しいとも思ってなかったので、はい、やっぱ僕はやっぱり会長に、大会長に呼んでいただいたっていうのは、うん、やっぱり強いチームを作ってもらう、もしくはこうね、続く、長く続く強いチームにしたいっていう思いもあったと思うので、うん、そこに応えるにはやっぱり時間はやっぱり自分で作らないとですね、はい、でもそれが7年間でリーグ優勝が3回で日本一5回っていう、まあ、成績にも、はい、そうなんですよね。おかしいですよね、リーグ優勝が3回で。まあそれはね、今のシステムがそういうシステムですから、はい、本当に結局日本一を取ればそっちが一番強いわけですから。本当に強い、短期決戦に強いって言われてましたよね、うん、そうですね、うん、まあ、選手の、まあ、準備の仕方が良かったんだなと思いますよ。やっぱりこうね、あの2回、西武さんが優勝されて、はい、まあ、その中でこう勝っていったんですけど、うん、やっぱりその中でのやっぱり選手がやっぱ悔しいっていう気持ちとか、うん、ああ絶対勝ちたいっていうね、その前の年勝っているにもかかわらず、やっぱり負けたらやっぱり悔しいっていう気持ちがしっかりとこう、なんだろう、結果として出せるっていうのが、まあ、僕はすごいなっていうふうに思ってましたけどね、まあ、1年目は手探りの部分もあったんですけど、だからすごいこうコーチの人にも言われたんですけど、監督っつってワンストライクツーボールでエンドラン多いっすよとか、はい、で結構やってたんですよ、うん、ああ、やってたのはなぜかというと、わざとやってたんですけど、最初にも工藤さんはそういう、はい、ワンストライクツーボールとかで、はい、エンドランが多いっていうと、うん、ワンストライクツーボールから外すじゃないですか、うん、そうするとそれでエンドランをかけなければワンストライクスリーボールになるので、うん、もうそこまでずっとやり続けるって言って餌撒いてたわけですね最初に。まあ餌ではないんですけど、これは戦略です。餌ではないですけど、いやよくバッテリーでよくやるじゃないですか。なのでやっぱりそれって、僕らはあの実際にワンストライクツーボールだったらやってくるかもしれないって思うと、うん、ピッチャーもね際どいところを投げたりとか、スリーボールにしたくないっていう、したくないじゃないですか、心理も働きますもんね。監督になる勉強はしてらっしゃったんですか。いや、してないですよ、はい、でもやりながら自分の監督像を作っていく、うんとね、監督像っていうのは全然できてなかったんですけど、うん、その戦略とか作戦に関して言えば、うん、まあ、引き受けた瞬間から映像を見て作ってはいましたけど。引退されたのが11年ですよね。ああ、まあそうですね、11年です。12、13、14っていうのはテレビ解説ですよね、はい、その中である程度のこう監督像じゃないですけど、自分がこう、自分が監督だったらこうするのになっていうのはありました。そういうのはね、考えてました。考えたこともあったね。あ、うん、じゃあ僕が今そういうふうに考えた方が、ああ、いいかもしれない。うん、考えたらもしかしたら監督のないか道、いきなり監督ないな。そんなことはないないな、うん、そんなことはない。井原さんのね、ユニフォーム姿を見たいというファンの方もやっぱりたくさんいらっしゃるので、ね、と思いますよ、うん、まあ、やっぱり ね、そうですよね。僕はぜひやってほしいなと思いますね。あ、だってそういうね、やっぱりこう、ね、探求心とか観察力とかね、うん、っていうのがあるじゃないですか。やっぱそういう人はまあ、コーチとか監督に向いてる人かなっていうふうに思うので、うん、ぜひ、ね、その外におった時に何かノートとかつけたりしてました。いや、まあんまりつけてない。やってない。うん、やさん、またそうやって自分をやろうとして。いや、ちょっとキャンプとか見に行ったらちょっと書こうかなと思って、そういうのね。うん、この選手はこういうタイプかなみたいな、癖みたいなのを自分で見つけたら、もしかしたらお二人が同じチームのユニフォームを着ることもなくもないですよね。いや、上原さんが監督やるときに、僕はまあ三軍でもいいし育成でもいいので、僕が監督やることはないですよ、もう。いや、なくはないって、僕もないかなって思ってましたもん、正直。僕ジャイアンツしか経験してないじゃないですか。いやいや、大丈夫じゃないですか。工藤さんだってその経験してるところの監督じゃないですか。だから経験してるところの監督じゃないですか。ないでしょう。はい。いやいやいや、可能性は。いや、原さんがやって、次新之助やって、また吉野部に戻って、ないな。ないや。いやいや。なんで毎回終わらせちゃうんですか。ないや。で、二岡がやって、ないな。毎回終わらせちゃうんですよ。うん、ないわ。そうなんだ。そうなんです。いや、別にそのこだわらなくてもいいと思うんですけどね、ジャイアンツ。いや、まあそうですよね。いろんなところでね、声がかかったらやってみるのもいいかなと思います。
いや見てみたいですね、僕は見てみたいですよ、はい、ぜひ上原さん、はい、心なしかちょっとちっちゃくなりましたね。さっきね褒められて大きくなったんで、別に小さくないですよ、別にそんなタラレバの話は僕あんまり興味がないんでちゃんと来てからこう考えます、はい、すいませんね、ファンっていうのはタラレバの話がするんです、はい、私もそうなるように、ね、確かに、はい、夢は見たいですね、そういう、そうですね、ね、うん、はい、やっぱり工藤さんって現役の時からすごく食事にも気を使われていたという、そうそうそう、食事もこうトレーニングの一環として取り組んでらっしゃったというイメージがあるんですよね、多分食事の走りって俺工藤さんやと思うねんな、うん、私高校生の時に本読んだことがあるんですよ、うん、工藤さん食事に関する本出してらっしゃいますよね、うん、はい、でその本読んでなんかさつまいもをよく食べるとか書いてあったと思うんですけど、はい、奥様に食べたい食材を指定してでこれでなんか作ってくださいみたいなことをこう言ってやってもらってるみたいなのを高校生の時に読んで、こんなにプロ野球選手ってしかもやっぱ一流の方って節制するんだって、いや感動した、あの時代多分工藤さんだけじゃない本当に、みんなとりあえず食べりゃいいやっていう感覚の時だったと思うんですよ。なんで食事にこう目をつけたんですか。いや僕が食事に目をつけたんではなくて、嫁が食事に目をつけて、で僕は、まあ、どっちかというともう成績落ちてたんですよ、うん、西武の28歳9歳ぐらいの時って、うん、あ7歳8歳ぐらいかな、もう落ちてて、でその時にもう来年クビになるかもしれないみたいな話とかトレードの話が出たりとかね、うんっていう時にもう来年でクビになるかもしれないっていうのがきっかけで嫁と結婚をしたんですけど、まあ、その時に、まあ、嫁は食事で僕はトレーニングっていうところで、はい、で僕はトレーニングをまあ一生懸命勉強をしながら、はい、まあ、大学の先生についてトレーニングをやっていきながら、はい、っていうところだったし、嫁はまあ食事関係のところっていうのは、まあ、全部なんていうんですかね、食材は全部農家の方の場所に行って農家の方にお会いしてでこう契約してくるみたいな感じのことはやってましたけどね。すごい、そこまでって、しかもあのキャンプの時に奥さんが、うん、その時東京じゃないですか、はい、東京と宮崎でしょ、宮崎 ね、うん、往復してたって本当ですか。ああ本当だよ、自主トレの時ね。へえ、あじゃあもう食事を作りに朝、そうです、いや東京作ったやつを持って行って、いや、食材を東京から持ってきて、はい、でそこで作って、で僕が食べて、寝るじゃないですか、はい、で朝帰って、はい、でまた夕方には来てで食事作って、はい、っていう感じ繰り返す。食材を農家さんからやっぱり直接仕入れてるから、だからそうやらないと無理だったってことですか。まあ、どういう風にしてたかは分かんないんですよ、はい、しかも子供もいる時ですよね、まあ、子供もいて、はい、東京と宮崎ですよ。宮崎ですよね。宮崎です、ね、はい、考えられへん。夫婦でそうやってこう役割分担をしてお互いこう極めてっていう感じだったんですね、うん、そうですね、まあ、よくね、あの食関係の本は、はい、あの買ってきてはこうなんですかね、あのファイルしながらこう貯めてったりっていうのは見てましたけどね。いや今でこそね、なんかみんな個人で調理師さんっていうんですか、うん、ああいうのつけてやってますね、栄養士さんみたいなつけてやってますけど、うん、多分本当に走りが工藤さんだと思います僕は。いやそんなことは、野球界の走りは、はい、やってた人もねいたと思いますけど、まあ、たまたまトレーニングもそうじゃないですか、うん、工藤さん結構アリゾナ行かれてたじゃないですか。ああ行ってた。アリゾナ行ってそのアメリカのトレーニングとかを自分で学んで、それを帰ってきて日本でトレーニングされるしてるのを僕が遠くから見て、あれ奪ったれと思ってあのトレーニング盗んだれと思って教えてください、一緒にやりましょうって行かなかったんですか。遠くから見てたこっそり、こっそり、いやすごい観察力あったですよ。あ結構見られてるのは感じてましたか。僕は今まで何んですか、ピッチングをしてて、あの後ろで見てる時もあったんですけど、誰にも聞かれたことないようなことを聞かれましたからね。いやもうキャンプの時の工藤さんってすごい投げる人なんですよ。足跡がねまず変わんないんですよ。あもう一緒のところに、一緒のところについてるんですよ。これってなかなかないんですよ。本当に 足跡がついてるだけ。普通みんななんかこれぐらいのなんか、まあ、幅で動いて、幅でこう動いたりするんですけど、うん、工藤さんって本当にずっとここなんですよ。すごい再現性がすごいです、ね、すごいです。だから後ろから見させてくださいってキャンプの時お願いして、横からもいいですかとか言ってても正面以外全部から見させてもらいましたもん。工藤さんからそうやってこう、まあ、見取り稽古をして、上原さんは何を吸収しましたか、うん、いやだからあのフォームですよ。なんで崩れないのかとか自分で考えるっていう、うん、
素晴らしいでしょ、ね、聞く前に見るっていうさ、はい、やっぱり普通選手たちってあのどっちかというとその見る前に聞く方が多いんですけど、見てから、ね、何がどう違うのかとか自分と違いみたいなところを感じて、でそれでこう聞いてくるっていうところがあるんで、はあ、だそういうところはすごいところだと思いますよ、はい、いやいや本当に、はい、だそういうところの探究心っていうか研究心っていうか、うん、まずは何がいいんやっていうね、うん、どうしてみたいな感じのところがあるっていうのが、はい、僕はすごいなっていうふうに見てたので、はあ、だからなんで足ってこう同じところについて動かないんですかって聞かれた時に初めてですね、プロ野球それまで20年ね、はい、近くやっているにもかかわらず聞かれたのっていうのが初めてです。最初聞いたのが上原さんだった。そうです。うわお、はい、上原さんすごいじゃないですか。だって本当にあれはね見てほしい。本当に綺麗に足跡ついてるから何球投げてもやで。そう、写真とか残ってないそれがなんかまっすぐであろうがカーブであろうがやで、全部一緒。全部一緒。もうそれはもうその研究の末行き着いた形だったんですか。どうですかね。そこもその時に再現性っていうものをすごく重要視していたかどうかは分かんないんですけど、もう普通だと思ってたので足が同じところにつくのがですね。それは球種が変わっても、はい、球種が変わろうがコースが変わろうが綺麗なんですよ本当に。今だから工藤さんで結構そのフォームとかもそうだし、僕がね球種を結局増やさなかったでしょ、うん、それも工藤さんですからの一言ですから。なんて言われたんですか。ジャイアンツの時にもう先発でなかなかちょっともう、ね、成績が出にくかった時にちょっと球種増やしたいと、球種増やしたいと思うんですけど工藤さんどう思いますかって言ったら、今持ってる球を磨けと言われたんですよ。そこでだから新しい球種を僕はもう覚えなくなって、で持ってたフォークとまっすぐをより上のレベルにっていうふうに、そっからですよね。それがだから結局引退するまで、はあ、はい、じゃあもうその一言がなかったら、あ、だから 20年間やってなかったかもしれないですよね。工藤さんのおかげですよね、20年間できたのも。そんな話があったとは、はい、そうなんです。だから食事も宮崎では結構ね、はい、連れて行ってもらったりしましたし、はい、うん、食事行った時はほとんど野球の話はしないですけどね、はい、あ、しないですか。まあまあゴルフの話とか、はい、いや熱くてっきり語り合ってるのかと思ったんですけど、だってね、お酒入ってますからね、あまり真面目な話できないでしょ。そうですか、うん、いやそれはだってキミちゃんって言っちゃいますよ。キミちゃんって言っちゃってるんですよ。お酒入ったらそうなりますよ。 それ野球の話してないですね。そう、全然いいんですよ。あ、野球の話をしたい時にすればいいので、うん、はあ、別にね今日ねお酒飲んで今日楽しかったねっていう話でいいわけじゃないですか、はい、まあ、大体あのご飯食べに行くの休みの前の日か休みの日だもんね、はい、はあ、じゃあメリハリがあって、いやそれがメリハリはめっちゃ大事ですよ。キャンプの時は特に本当にいい環境だったんですね。いやもうだからいい、本当にいい先輩に巡り合った本当に、うん、あの工藤さんってあの筑波またなんか行かれるみたいな報道出てたじゃないですか。行きます。何を研究されるんですか。子供たちの障害の研究とか、まあ、あとは、まあ、修士を取った、まあ、あの論文があるんですけど、まあ、それにと、まあ、例えばなんだろう、大学生とか社会人とか、まあ、小中学生とかの中で、まあ、やってみてどう変化があるのか。逆に変えてほしいですよ。100球、今高校生でも100球でしょ。ああ、120球投げても大丈夫だっていう論文出してください。僕反対派なんで。なんかあの野球の今 の時代の流れを真っ向からなんか受け止めるみたいな、ね、もうあの逆行してください、ね、あの悪いけどそれやってほしいです。あのそこら辺のダムごときではない、世界一のダム作んないと防ぎきれない。周りからもじゃんじゃんもう ね水が流れ込んできて、もうそんなもん100球なんか大丈夫だってこうやってくださいよ。いや100球は大丈夫っていうより今もうその論文を、いや障害がね、もう今の子たちの方が投げ方があまり良くないと思うので、だってこんだけ何回も言ってるけど、医学が発達してて食事も発達してて、ね、トレーニングも発達してて、トレーニング発達してんのに昔の人の方が体強いねんね。それをもうちょっとこう表に僕ら出すべきだと思うね。そうだね、まあ、あとあのプロ野球の世界で上原さんのような考え方を持った人間が
あと、まあ、100人ぐらいいたら変わると思うよ野球から増やしましょう仲間を。いや、いてもあのみんな表に出ようとしない、そうですね、あの多分潰されるから。まあまあ、まあ、難しいですね、うん、そう、まあ、なかなかね科学ってね、ある意味いいところもあるんだけど、うん、早く分かったりとかね、うん、っていうところもあるんだけど、まあ確かにね、ゴジが言うように やってるのに生身の人間って考えればね、うんうん、数字で出てたらって言われればなんかすっきりしちゃうところもねあるのが、まあね、どうしてもありますよね、難しいところで、まあ、合点がいってしまうとね、うん、どうしてもそこからやっぱりこうまた違いますよっていうのはやっぱり経験した人じゃないとわからないからね、うん、選手を守る側の人間ってやっぱりなかなかやっぱそれってうんって言わないんじゃないですか。いや、僕はだからメジャーが言うように100球なら100球でもいいと思うんですよ。だってでもメジャーって仲良くなるからね、仲良くから投げて100球でいいよって言っていいんじゃないですか。中6日で100球はちょっと、うん、いや中4日で100球投げなさいって言えばいいんじゃない。じゃあそういうとこも含めてその、まあ、子どもの障害予防とかっていうところから研究されるってことですか。まあ、僕はやっぱり野球選手なので、うん、いや野球ってやっぱり僕はと、ね、フォームが大事だと思っているので、うん、はい、そうやな、久能さんのフォームも綺麗だもんな、うん、崩れないもんな、うん、崩れない。ちょっとあの投げ方僕の息子に教えてください。いや絶対教えてください。左投げなので。左投げなの、はい、おピッチャーなの。ピッチャーやってます。すごいんじゃん。教えてください。上原さんと投げ方も結構似てますよね。なんか投げ終わりの感じは上原さんに。あ、そうなの、ね、うん、お父さんの筋肉があったら大丈夫なの。肉離れしない筋肉しまくるじゃないですか。しない筋肉だって言われてるんだから。なんでしたんだろうな。いや、もうそこはちゃんと手入れだけちゃんとしておけばいい。耐えれなかったんですね、僕は。僕の体が耐えれなかったんですね。多分ね、その一箇所をすごく使うんだよね、うん、筋肉自体に質は良くても、うん、やっぱそこにかかる負担が大きいと、うん、やっぱそう、ね、いくらいい筋肉でも耐えられないじゃん、うん、どこかに逃がすとか分散できればよかった、ね、そうそうそう、全体を使うとか、ね、逃がすことを覚えたのがだからアメリカ行ってからですよね。あのホーム、あー、前に行くホームに、ね、あれで逃がすようにしてから肉離れはしなくなったんだ。うん、でもやっぱりそういう方法論をやっぱり自分で考えてるじゃないですか、うん、そこがすごいんですよ。あ、普通はそういうふうに考えないで、もうこれはしょうがないんだ、肉離れはしょうがないんだって思っちゃうけど、何回もやってるとね。でもそうしないためにどうしたらいいかっていうのは、やっぱりなかなかね、考える人が少ないっていう。あ、あのホームでさらに5年ぐらい伸びたね。そうね、うん、どっちかというとすぐねおちゃらけてね、アホみたいなこと言いますけど、まあ、中身はねむっちゃ考えてる人間。そうです。ちゃんと撮ってる、ちゃんと撮ってるでしょこれ。いや、ずっと撮ってるでしょこれ。いや、あの、うん、ちょっとあのこのチャンネルの上原さんはですね、はい、そうですね、よく拗ねる、嫉妬する、うんうん、下ネタ言いまくる、はい、はい、もうこんな感じだったんで、うんうん、いや、まあそれはまあね、一部で一部、ね、人間ってやっぱりそれが全てっていうわけではないと。やっと俺のことを分かってくれる人がゲストに来てくれた。よかった。よかったですね。まあ、ね、やっとですよ。やっと分かってくれる先輩が来てくれた。いや、もう百勝百セーブ百ホールドはできんすよ。あの、工藤さんが監督をしてらっしゃるときに、もし上原さんが現役で選手でいたとしたら、うん、僕ですか。僕だったら先発でずっと使えますかね。おお、先発で。いや、あの、ボールを1イニングだけっていうのはすごいもったいない気がします。いや、結局でも僕も引退するまで先発やったりの気持ちは消えんかったよ、うん、やりたかったけどできないっていうね、その体がっていうので諦めてましたけど、うん、やっぱり野球は先発が花ですからね、ずっと言ってるでしょ、うん、そうですね、うん、だから僕はだからそういう、まあ、もし怪我でっていうんだったら怪我をしない方法なのか、うん、その体を作る時間だったりとか、うん、っていうところもまあ話はしたいなっていうふうに思いますけど、その中でずっと先発やってもらうと思いますけどね。へえ、はい、まあ、でもまたね、今新しいこう生活もね、はい、充実してらっしゃる様子も、ね、そうです、ますますなんかこう力をつけてまたいつか戻っていらっしゃるんじゃないかなと。そうですね、まあこれってなタイミングかなっていうふうにも思うんですけど、うん、はい、今まあこういう時間はね、しっかりと自分の中でも楽しみながら、なかなかこの10年そういうのもできなかったので、はい、なのでちょっとまあ、あの少し時間ももらって、はい、楽しめるものは楽しんでやっていきたいなと
あと上原さんのゴルフもね、いや、ぜひ楽しんでいきたいなと思います。ずっと山梨ですか？まあずっとではないよ。うん、まあ、千葉に行ってる時もあるし、はい、うん、東京とか横浜にいる時もあるんですけど、はい、まあ、その時はぜひ、はい、連絡を取り合って、わかりました、ゴルフぜひ山梨にも一回遊びに来てください、ね、はい、山梨か、何しに行く？ゴルフすぐ近くじゃない、近くありますよ、すぐ近く。山梨ってどれぐらいかかるんですか、都内から？ああ、まあ車だと2時間ぐらいかな、うん、2時間遠いな。上原さん、大阪まで車で帰ることを思えば。いやいや、山梨その2時間行ってゴルフして帰ってこなかねんで。でも工藤さん、まあ、まあゴルフ行ったら泊まって行っていいですよ。温泉ありますよ。ああ、泊まりで、はい。またお酒をちょっとね、はい、交わしたいですね。で君ちゃんで。なめ。呼びたい。呼びたい。いいかいいかなと思います。本当にあの長い時間にわたって本当に長いお話をたくさん伺わせていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます、はい、ちょっと上原さんのね、素晴らしさもね、また改めて、ありがとうございます、ね、あの私からお伝えできたんじゃないかなと。工藤さんの野球人生の10分の1しか話してないですけど、はい、もう あと 2,3 回ゲスト呼びます。ちょっと上原さんがぜひお願いします。そうですね、はい、またちょっとこれが足らない、うん、そうですね、はい、まだまだ伺いたいこと本当にありました、はい、本日のゲスト工藤公康さんでした。ありがとうございました。それでありがとうございました。ありがとうございました。